鹿児島電気株式会社は明治後期から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である九州電力総配電管内にかつて存在した事業者の一つ鹿児島県最初の電気事業者として1898年に開業鹿児島市とその周辺に電気を供給した1927年に熊本電気の傘下に入り 1940年に同社へ合併されて九州電気となった。電気事業以外にも鹿児島市内でガス事業を経営した時期があり、その期間中には社名を電気工業ガス株式会社と称していた。ガス事業者としては日本ガスの前身にあたる。鹿児島電気の創業者は宮之城島付のカロ家エ出身の実業家家道院、修芸吉である。家道院は 薩摩半島の生身で銀山を経営していた際、校内照明を灯す目的で水力発電を試み、これに成功した。成功を受けて稽古院は水力発電による鹿児島市内での電気事業を計画し、1895年に当局へ出願した。その頃、ご副省、岩本新平ら鹿児島商業会議所の関係者が、 火力発電による伝統会社を出願していたことから、鹿児島県は調整に乗り出し、2杯を合同させて、資本金10万円にて、鹿児島電気株式会社を設立するという計画にまとめた。日清戦争後の企業ブームに乗って、鹿児島電気の株式募集は円滑に進み、1897年5月に創立総会の開催に至った。 設立なった鹿児島電機の社長には、家動員が就任し、岩本は取締役となった。鹿児島電機では、家動員が計画した、鹿児島郡意識村小山田における甲月川による水力発電の方が実現しており、翌1898年7月に、この第一発電所が完成し、8月1日より開業、鹿児島市内への供給を開始した。 第一発電所には、大阪電灯による手配と据え付けによって、ペルトン水車と周波数 60Hz、出力 100kW のゼネラルエレクトリック生産所を交流発電機が設置され、約 12km 離れた市内6日町の配電所まで 3500V で送電するという配電システムが構築された。開業時の電灯数は三十三棟で六日町や、 中町などの中心部と、石木村所在の陸軍付標第45連帯で、伝統した。伝統料金は住職衆野党の場合月額1円であった。開業なった鹿児島電機は、1891年の熊本電灯の開業から数えて、九州地方では5番目の電気供給事業であった。また、鹿児島電気以前の事業者はいずれも火力発電を電源としており、 鹿児島電機は九州で最初に水力発電を採用した事業者となった。開業から半年後の1899年初頭には電灯数が1750灯に増加したことで出力1 0 0ットでは発電力不足に陥った。このため鹿児島電機は同年1月に5万円の増資を決定し、2月より第一発電所の下流にて第二発電所の建設に着手。 翌1900年7月に完成させた。これに伴い発電力に余裕が生じたことから、動力用電力の供給も可能となり、新聞社や大島つむんぎ工場、内渡所、肥料会社などへの供給を始めた。また電灯供給は3000頭を超えるまでになっている。ただし、第二発電所は、水路の位置が悪く降雨の度に破損するという具合に、当初不調で、 その変更工事に建設費がかさんだため千9 0 1年、上木に会社は再度5万円の増資を余儀なくされた。鹿児島県霧島市、阿守川に所在する妙見水力、発電所水力発電が電源のため日露戦争中でも全国的な石炭価格高騰の影響を受けることはなく、年率10%の配当継続が可能であった。こうした、 工業石を背景に1907年5月、鹿児島郡吉野村の稲荷川にて、第三発電所の建設に着手、翌1908年8月に竣工させ、会社の総発電力を 400kW へ引き上げた。第三発電所建設に際して、資本金は40万円となった。このように発電力が豊富となったことで、鹿児島電機は積極的な需要開拓を進め、 電灯数を年間1000から2000のペースで増加させた。増加によって発電力が逼迫すると、電力消費の少ない金属線電球を導入して、電力消費の節約を図っている。1909年7月、100万円へと増資し、アイラ群巻蔵の村持松において、大型の第4発電所の建設を決定。翌年着工し、滝の上辺電所まで、 約 36km に 24kV 送電線を仮設して1912年3月より新発電所からの送電を開始した。新発電所完成を機に、電灯料金を10食等、月額1円から75銭へ引き下げるとともに、供給区域を拡大し、その結果1912年の需要や数は、前年比5.2倍の8,864個。 電灯数は2.4倍の24,078灯と供給を大幅に拡大している。その後も電灯、電力供給は拡大し、1912年12月開業の鹿児島電気起動、1913年2月供給開始の国部電気といった大口需要も出現した。需要増加に対処するため1914年12月、第4発電所に発電機を増設して、 出力を1 3 6 0ットに引き上げ、4発電所合計の総出力を1 7 6 0ットとした。しかし1917年春の滑水で1ヶ月にわたって満足な供給ができなくなってしまう。会社は滑水時の補給用として火力発電所の建設を決定し、1919年12月に 常用出力1 0 0 0ットの火力発電所を新設した。また1921年9月に、阿モ川水系に第5発電所を新設。1923年4月には、第6発電所を先の第5発電所に統合して、増設、出力を8 0 0ットから2 2 0 0ットとしている。こうして6発電所合計の総出力は、 常用4 6 6 0ット予備800に達した。一連の設備増強に伴い1916年に200万円への倍額増資を実施し、1918年12月には一挙に1000万円へ増資した。経営的にも順調で、1925年上期まで、九州の電気事業では最高水準である年率13%の配当維持が可能であった。 また、供給成績では、1922年下木に、電灯数が10万頭に達した。鹿児島電気が電気を供給する鹿児島市内では、電気に遅れて1909年に、ガス供給事業が計画され、1910年3月に、県の事業許可を得て、同年7月10日、資本金50万円で、鹿児島ガス株式会社というガス会社が設立された。 福沢桃介率いる日本ガスが半数の株式を持っており、初代社長には福沢がついた。1913年8月になり、鹿児島ガスを含む九州、中国地方のガス会社10社が合併し、西部合同ガスが発足する。こうして、鹿児島のガス事業は西部合同ガスによる経営となったものの、第一次世界大戦中に原料石炭価格高騰によって、 全国のガス事業が経営難になった際、特に三端地から離れた鹿児島のガス事業は採算が悪化してしまう。そのため、西部合同ガスでは廃業を検討するが、鹿児島電機は熱用需要を見込んで買収を決定、1917年12月に事業買収契約を締結した。ガス事業を経営することとなった鹿児島電機は、 翌1918年1月、社名を電気工業ガス株式会社へ解消した。石炭価格高騰という折から、会社ではガス灯の電灯への切り替えを直ちに進めたため、ガスの需要は低下していった。1923年6月末時点では、需要や数がわずか109個にまで減少している。こうしたガス事業の縮小を受けて、同年4月に社名を、 元の鹿児島電機へと戻した。その後1928年5月、鹿児島市内のガス事業は工術の日本水電に売却され、鹿児島電機は電気専業へと戻った。なお、日本水電のガス事業は1941年に独立して日本ガス株式会社となっている。ガス事業を引き継いだ際に社名に工業を追加したのは、 電気やガスを利用する工業を建営しようという目論みからであった。その事業地として選ばれたのは、鹿児島県の離島薬島で、安房川、栗尾川にて、水利権を獲得。2カ所の水力発電所を建設して4 7 0 1 7ットを発電し、それを電源として島内に、アンモニア合成工場、硫酸アンモニウム工場、ソーダ工場を経営する計画を立てた。 しかしこの科学工業計画はその後の不況で中止されており実現していない。第2代社長長井作次1926年頃から鹿児島電機は経営が一時悪化し1927年には配当率が年率6%まで低下した。加えて同年に1月には創業者の家道院重吉が病気を理由に社長から退き、 副社長の長井作事と交代した。こうした中、鹿児島電機は業務提携の相手を探し、熊本の電力会社熊本電機の参加に入ることとなった。熊本電機は鹿児島電機の全株式20万株のうち3割に当たる6万株、あまりを1927年6月末までに買収し、さらに役員を派遣して経営を掌握した。 熊本電気の株式買収と同時期、日本水電も鹿児島電気株式の買収を進め、1927年6月末時点で1万5000株を取得していた。同社は1918年設立と後発の電力会社ではあるが、日本窒素肥料の参加に入って規模を拡大し、1924年以来、鹿児島県内の電気事業者を相次いで合併。 その供給区域は、鹿児島市とその周辺を除く、鹿児島県本土の大部分となっていた。前日の通り、鹿児島電機は、鹿児島市内のガス事業を、日本水電に売却したが、同社とはこれ以外に、特段の関係はなく、ガス事業の売却に前後して、日本水電は、持ち株全部を売却したため同社との資本関係は、なくなった。 鹿児島県本土の電気事業者は多くが日本水電に合併されたが、カジキ電気だけは鹿児島電気の傘下に入った。カジキ電気は鹿児島市の東、姉良郡カジキ町の会社で1911年2月に設立。姉良郡の内カジキ町保火4村を供給区域としていた。鹿児島電気では同社の株式を買収し、 1929年1月には役員を派遣した。さらに1930年4月、カジキ電機から事業を買収する契約を結ぶが、この契約は実行されず、カジキ電機はそのまま事業を継続している。1933年9月、電源の増強を再開し、6番目の水力発電所として、アモリ川にて、塩浸し発電所を着工。 1934年12月に完成させた。供給成績は1938年9月末時点で、電灯数16万2975灯、小口電力5759馬力、大口電力2 7 3 3ットで、大口の電力供給先は、前年時点で、鹿児島市交通課、第二本房石鹿児島工場、鹿児島地方線売局、 火事機電機などが存在した。日中戦争開戦後の1938年、政府が新設の国策会社に本発送電を通じて、全国の発電、送電を管理するという電力の国家管理を規定した電力管理法が成立し、全国の電気事業者から主要な火力発電設備、送電設備、変電設備を出資させて、翌1939年4月に、 日本初送電が発足した。出資者は33事業者に及んだが、これに鹿児島電機は含まれていない。こうした国主導の電気事業再編の一方で、1930年代後半は各地で民間事業者による事業再編も進展していた。こうした流れの中で、九百四十年二月一日、熊本電機は三下の鹿児島電機、熊川電機、 タケタミズ、電を合併し、九州電気株式会社へ解消した。この合併で、鹿児島電気は解散している。鹿児島市内には、鹿児島電気に代わり、九州電気鹿児島支店が置かれた。合併後、電力国家管理が進展して、日本発送電への統合強化と配電統制が推進され、1941年8月、配電統制令の施行に至る。 同例に基づき全国を9ブロックに分割し、地区ごとに国策配電会社を新設して、これに既存配電事業を統合することとなった。九州地方では九州7県に沖縄県を加えた地域の配電事業を九州配電株式会社に統合する方針とされ、発足したばかりの九州電気と日本水電、九州水力電気、東方電力の4社が統合に参加する。 要当局から命令を受けた。このうち九州電気は、配電株式会社となるべき、株式会社に指定され、翌1942年4月1日の九州、配電設立と同時に消滅した。塩浸市発電所1938年12月末時点における、電灯・電力供給区域は、以下の通り、鹿児島電気が運転していた、発電所は、以下に示す。 水力発電所6カ所、火力発電所1カ所の合計7カ所である。蒸気発電所のうち、水力発電所6カ所は、九州電気から九州配電へ継承され、さらに1951年以降は、九州電力に引き継がれている。ありがとうございます。